文部科学大臣の末松信介です。まずは冒頭、日々学校現場において子どもと真摯に向き合い、子どもの心身の健やかな成長のためにご尽力されている教員や学校関係者の皆様に感謝申し上げたいと思います。文部科学省においては、この度教員免許更新制の発展的解消や教員の個別最適な学びを実現する研修の仕組みの整備を行う法改正を行ったところです。今後、学校の働き方改革の推進も含め、引き続き教育現場の支援に全力を尽くしていく所存です。さて、昨今ほとんどの教員の方々が懸命に子どもたちの教育にご尽力されている中で、教員が児童生徒へ性暴力を行ったという報道が見られます。こうした加害行為を行う一部の教員の存在は、その他の大多数の教員の信頼を損ないうるものであり、大変遺憾です。本来、子どもを守り育てる立場にある教員が児童生徒に対し魂の殺人とも呼ばれる性暴力等を行うなどということは断じてあってはなりません。しかし、児童生徒への性暴力等により懲戒免職となる教員は後を絶たず、中には教師という権威と信頼を悪用し、被害児童生徒が自身の被害に気づかないよう性暴力に至ったケースなど、人として到底許されない事件も見受けられ、事態は極めて深刻な状況にあります。こうした状況を受け、児童生徒への性暴力等を行い懲戒免職等となった教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはならないという考えのもと、第204回国会において議員立法である教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が衆参全会一致で成立し、本年4月1日より施行されました。本法により被害を受けた児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わず、刑法上の性犯罪とならない行為も含め、教育職員等が児童生徒等へ性暴力等を行うことはすべて法律違反となることとされました。加えて、性暴力等の早期発見のため児童生徒等に対し定期的な調査をすることや、児童生徒への性暴力等が疑われる場合には学校が直ちに警察へ通報すること、学校の設置者が専門家と協力して調査すること等の徹底した取り組みが法律に規定されました。また、文部科学省においては都道府県および指定都市の教育委員会に対し、教員による児童生徒性暴力等があった場合には原則懲戒免職とするなど、厳正な懲戒処分を行うことを求めてきたところです。加えて、本法に基づき教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針を定めました。今もまさに学校現場において被害児童生徒等が自身の性被害を打ち明けられずに苦しんでいるかもしれないことに思いを巡らせれば、法に定められた施策の実施には全力の限りを尽くさなければなりません。このため、教育職員等、学校教育委員会、学校法人、警察を含むその他の国・地方公共団体等の関係者は、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶するとの法の基本理念を十分に理解し、あらゆる角度から実効的な対策を講じていただきますようお願いいたします。文部科学省においても、児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意で引
き続き全力で対策を進めてまいります。文部科学省総合教育政策局教育人材政策課です。大臣のメッセージでも説明しました通り、令和4年4月より教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が施行されました。本法律に基づく基本指針においては、どのような行為が性暴力等に該当するのか、性暴力等を未然に防止する方法にはどのようなものがあるか、被害児童生徒から相談があったときにどのような対応が求められるか、自分が万が一加害者となり教員免許が失効した場合、将来教員免許の再取得や採用にどのような影響があるのかなど、教員として働く上で知っておくべき非常に重要な内容が定められています。この教材ではこの基本指針の主な内容や教育実習等における留意点についてご説明します。この動画では1児童生徒性暴力等の定義、2未然防止策、3児童生徒性暴力等の事実があると思われる時の対応、4児童生徒性暴力等により免許状が失効等した場合、5教育実習等での留意点、6児童生徒性暴力等に関する参考動画や教材についてご説明していきます。はじめに児童生徒性暴力等の定義についてです。画面の資料は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の概要を示しております。本法では児童生徒性暴力の定義のほか、教員等の児童生徒性暴力の禁止について、また防止や早期発見に関する措置などが定められています。では児童生徒性暴力等の定義です。1児童生徒等に性交等をすることまたはさせること、2児童生徒等に猥褻な行為をすることまたはさせること、3児童ポルノ所持等の児童ポルノ法違反、4児童生徒等に対する痴漢行為または盗撮行為、5児童生徒等に対する悪質なセクハラが明記されました。なお5つ目の悪質なセクハラにはSNS による言動も含まれることが指針において明記されています。これらの行為については、例えば教員と児童生徒との間で同意があり暴行や脅迫等を伴わない場合であっても、児童生徒性暴力等に該当し、すべて法律違反となります。次に児童生徒性暴力等を未然に防止するための取り組みについてです。指針においては、現役教員のみならず教職課程を履修する学生への児童生徒性暴力等の防止についての理解促進が挙げられています。学生の皆さんも今後教員を目指す上では、教員養成段階からこの理解を深めていくことが重要となります。また市町村教育委員会や学校法人などの学校設置者や学校は、児童生徒性暴力等の防止等に関する含む規律の徹底を図り、必要なルールや取り組み等を整理周知し、組織的に対応を進めることとされています。この具体的な取り組みとしては、児童生徒等との SNS を用いたやり取りは外から見えづらく、当初は正当な理由があったとしても不適切なやり取りにつながる可能性があることから、 SNS を用いて児童や生徒と私的なやり取りを行ってはならないことを明確化することなどが挙げられます。次に、児童生徒性暴力等の事実があると思われる時の学校教育委員会等の対応についてです。この内容は、教育実習等で学校に一定の期間行くにあたっても事前に理解をしておくことが望ましいものとなります。まず基本的な考え方ですが、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われる時は、被害児童生徒等を徹底して守ることが必要なため、直ちに学校の設置者、所轄の警察署等で情報共有を図り、迅速に対処し、被害児童生徒等に必要な保護、支援を実施する必要があります。この時、学校内での仲間意識や組織防衛心理から、事なかれ主義に陥り、必要な対応を行わないことがあってはいけません。教員の立場にありながら、万が一、事案を放置したり、隠蔽した場合は、本法の義務違反や、信用失墜行為として地方公務員法による懲戒処分の対象となり得ることに留意してください。
次の資料は事案の段階ごとの対応について記載しています。仮に児童生徒からの相談などにより性暴力等の事実があると疑われる場合は、相談を受けた者は学校または学校の設置者に直ちに通報するとともに、犯罪が疑われる場合、速やかに所轄警察署に通報する必要があります。また通報を受けた学校においては、事案について直ちに学校の設置者に通報するとともに、犯罪があると認めるときは学校においても直ちに所轄警察署に通報する必要があります。事案の通報等を踏まえ、学校や学校設置者による事案の事実確認の調査が行われます。最終的にはこうした調査により判明した事実をもとに、児童生徒性暴力等を行った教育職員等は原則懲戒免職とするなど、厳正な対処が行われることとなります。次に、児童生徒性暴力等により教員免許状が失効等した場合についてです。教員が何らかの理由で懲戒免職等となった場合は、その教員免許は失効します。本法では、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効となったものを特定免許状失効者等と定義しており、これらのものの情報を記録するデータベースを国が整備しています。このデータベースを活用することにより、教育委員会や学校法人などが教育職員等を新たに採用する際、そのものが過去に児童生徒性暴力等を行い免許状が失効した事実があるかどうかを把握することになります。また児童生徒への性暴力等により免許状が失効した場合、免許状の再取得についても厳しい制限がかかります。特定免許状失効者等は、免許状を授与する都道府県教育委員会に対し、自身が将来にわたって再び加害行為を行わないこと等を証明することができない場合は、免許状は再授与されません。次に、教育実習等での留意点についてです。学生の皆さんはこれから学校体験や教育実習などで学校現場に一定期間行くことになります。皆さんに特にお伝えしたいこと、守っていただきたいことが3点あります。1つ目は、絶対に加害者にならないことです。性暴力等は決して許されないことです。仮に加害行為により禁錮以上の刑に処された場合には、執行猶予の場合も含め教員免許状は授与されません。またこれらの加害行為には該当しないまでも、それにつながりかねない行為も行わないようにすることが重要です。2つ目は、児童や生徒から性暴力等の被害の相談を受けた場合です。その事実があると思われるときには、実習先の学校や教育委員会、学校法人など設置者に通報し、難しいときには自らの所属校に相談するなど、一人で抱えないようにしましょう。3つ目は、ご自身が被害者になった場合です。被害者は責任を感じ、問題を自分自身で抱え込んでしまうことがあります。一人で悩まずに、大学の教職員、保健管理センター、学生相談室等へ相談しましょう。教員等は通常公立の学校であれば、地方公務員としての服務上の義務が課せられます。また一般的に教員の場合、学校という場における職務の特性上、特に児童生徒等との関係において倫理観や規範意識等を一層意識する必要があります。このため各教育委員会では服務に関するガイドライン等を定めている場合があります。学生の皆さんは教育実習生という立場ではありますが、学校現場において実際に児童生徒等と一定の期間関わり、児童生徒との信頼関係を築いていくことにもなることから、本法や指針の趣旨の理解のほか、学校や教育委員会等で定めたルール等を理解しておくことが重要です。これらのルール等は、性暴力の加害行為には該当しないまでも、それにつながりかねない行為を中心に禁止・制限されています。これらの行為の禁止等が加害行為を未然に防止することにもなります。資料には例として、東京都教育委員会のガイドラインを抜粋しています。この資料においては、例えば、わいせつ行為やセクハラの禁止に関し、具体的な行動として、
他者の目に触れにくい場所での児童生徒の個別指導は一人で行わず、複数で対応することや、児童生徒に対する指導上不必要な身体接触を決して行わないことなどが挙げられています。また、私的なメールや SNS の禁止に関しては、具体的な行動として管理職の許可がない場合に、児童生徒の電子メールアドレス等を聞かないことや、やり取りをしないことなどが挙げられています。学生の皆さんにとって、スマートフォンやソーシャルネットワークは、日常的なコミュニケーションツールとして、とても身近なものであると考えます。教育実習等での児童生徒との交流が深まる中で、お互いの連絡先の交換などに発展する可能性が考えられますので、十分注意してください。なお、本ガイドラインには、過去の事例やその結果についても記述されています。含む違反にあたる行為に、どのような事例があり、その結果、どのような厳正な処分が行われたのかの情報も掲載されていますので、参照されると良いでしょう。教育実習等は、実習生としての立場で実施されるものですが、学校現場に行く以上は、児童や生徒は学生の皆さんを先生と同様に信頼して接してきたり、日数の経過とともに心の距離が縮まることも考えられます。教育実習生としての児童生徒との接し方については、受け入れ学校の指示や所属する教職課程大学の指導に従うほか、本法や指針の趣旨、各教育委員会等の定めるルール等を踏まえ、適切に行うようお願いします。児童や生徒への性暴力等の防止に関する基本指針の主な内容や、教育実習での留意点については以上となります。なお、文部科学省ではこれに関し、参考となる動画や教材も作成しています。動画、児童生徒性暴力等の特徴については、まずは多くの関係者の皆さんに、児童生徒に対する性暴力等について理解してもらうことを目的に作成しています。内容としては、性暴力等の類型、性暴力が身近な教員に起こり得ることや、性暴力等の被害が認識されにくいことなどについて解説しています。また、命の安全教育について、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないよう、幼児期から子どもの発達段階に配慮した教育の充実を図るため、内閣府と共同で教材、啓発資料、指導の手引き等を作成しました。指導の手引きには、各段階に応じた狙いや展開、児童生徒から相談を受けた場合の対応ポイント、指導上の配慮事項、障害のある児童生徒への指導方法の工夫などを示しています。これらの教材は、文部科学省のホームページでダウンロードすることが可能となっています。教員を目指す学生の皆さんにも、指導の方法など理解を深める上で役立つものとなっていますので、ぜひご活用ください。最後になりますが、教育職員等による性暴力等は、児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し、生涯にわたって回復しがたい重大な心理的外傷等を与えるものです。いかなる理由があろうと、決して許されるものではありません。これから教員を目指す学生の皆さんも、このことについて十分ご理解くださるようお願いします。